いいですか新約聖書のヨハネの二十一章一節より十五節まで読みますヨハネ二十一の一節より二十あ十五節まで 1> 1から15までどうぞその後イエスはティベリアス湖畔でまた弟子たちにご自身を表されたその死体はこうであるシモン・ペテロティティモと呼ばれるトマス彼らへのカナ出身のナタナエルチェベタイの子たちそれに他の2人の弟子たちが一緒にいたシモン・ペテロが私は利用に行くと言うと彼らは私たちも一緒に行こうと言った 彼らはて出ていて、船に乗り込んだ。しかし、その夜は何も取れなかった。すでに夜が明けた頃、イエスが岸に立っておられた。だが、弟子たちは、それがイエスだとは分からなかった。イエスが子たちよ、何か食べるものがあるかと言われると、彼らはありませんと答えた。イエスは言われた。骨の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れるはずだ。そこで網を打ってみると、魚が。 あまり多くでもはや網を引き上げることができなかった。イエスの愛しておられたあの弟子がペテロに主だと言った。シモンペテロは主だと聞くと裸当然立ったので上着をまとって湖に飛び込んだ。他の弟子たちは魚のかかった網を引いて船で戻ってきた。陸から200ペキスばかりしか離れていなかったのである。さて陸に上がってみると炭火が起こしてあった。 その上に魚が載せてあり、パンもあった。イエスが今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われた。シモン・ベテロが船に乗り込んで、網を陸にあげると、153匹もの大きな魚でいっぱいであった。それほど多く取れたのに、網は破れてなかった。イエスはさあ来て朝の食事をしなさいと言われた。弟子たちは誰も、 あなたはどなたですかと問いただそうとはしなかった。主であることを知っていたからである。イエスは来て、パンを取って弟子たちに与えられた。魚も同じようにされた。イエスが死者の中から復活した後、弟子たちに現れたのはこれでもう三度目である。食事が終わるとイエスはシモン・ペテロに、ヨハネの子シモン。この人たち以上に私を愛してるかと言われた。 ペテロがはい主よ私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うとイエスは私の羊を買いなさいと言われた。アメン祈ります。パン軍の主なる神イエスよあなたが成し遂げられ皆を信じる者のために備えておられる復活して永遠に生きる 神のこの道が本当に今日私たちに信仰によって約束されていることを確実に信じ主の備えの祝福をすべて確実に受け取るができる信仰生活が継続的にできて毎日の信仰生活に進歩がありますように。 人人を助けてください。陸の弱さでまだ困難の日々が続くこの世の中でいろいろと疲れる人生の日々に復活の主イエスよ、あなたがいてくださることが唯一の望みであろうと我々は告白します。今日この時間もあなたがあなたの精霊によって一人一人の弱さを 乗り越えることはできますようにあなたの強さで勝利を得ることができますようにあなたの真理の御言葉を通して助けてください。主イエスの皆でお祈りいたします。アアーメンアレルヤ、えー、先週韓国の南の海で 起きた船の沈没事件。これはもう本当に。ええー、韓国全土の人々が。泣き悲しんで。マスコミすらも全部集中して。夜も昼もなく。その。生存者がいるのか。救助はされてるのか。うん。 どこに問題があった,あったのかいろいろとニュ、えー、ースを報道してましてその中で聞いた一つの話がありますが本当に、えー、人々がこの世に生きてる夫婦がいまして共に船から脱出して船から出てきたところ気づいたのがある。 奥さんの方が携帯電話を船室の中に置いてきた奥さんが携帯電話を船の中に置いてきたご主人の方が早く行って取ってきな隣に行ってみなさいよ早く行って取ってきなどうなったでしょう奥さんは主人の 言いななりになって携帯電話を取りに行ってそれっきり奥さんが船に戻った時にはもう大量の水に追われてしまい脱出ができなくなってしまった隣に聞いてみよう本当にあなたはこのように生きてないの あななたはこのの世に生きてないのと携帯電話を取るために船に戻る携帯電話を戻すために命を投げる命を投げると思ってないからそういうことをするんだね、うん、携帯電話を取って携帯電話を取って出てくれると思ったからそれで命がなくなることは考えてもないの。 だからこういう失敗、が人生には繰り返されるの。皆さん、結果を見てからは誰でも分かるんだ。もうこれ以上説教いらない。こんな生き方が正しいのか、間違っているのか、愚かなのか、賢いのか、聞くまでもない話なの。なんで聞くまでもない話をするのか、牧師は。 結果を見てから分かんだのど結果を見ないうちは,俺は分かんないからやってるの結果を見てからは誰でも分かるんだけども見る前は大丈夫だろうと思うの大丈夫だろうと思うから問題ですよ人に聞くのが恥ずかしかったらいや怖かったら人の顔が自分に聞けよあなたはどう生きてるのかこれは皆さん 冗談ではありません。本当に、本当に、この世に生きている人々いっぱいいますよ。<ん>いや、ほとんどがこの世に生きています。ほとんどが。しかし、チャンスは逃すと、また来るチャンスもあれば、それが最後のチャンスであることもありますが、問題は、 いつ来るののが最後なのかこれが私たちには分かってないということなの。また何度も何度も来るんだったら大丈夫でしょうけどもまたのチャンスがなくこれが最後。これっきり最後になる。主が何年か前におっしゃったんですよ。 いくら言っても聞かない人々にこう言いなさい。ある瞬間に命の糸,糸がプチンと切れたら止め,ど止めよのなく、止めどなく落下して地獄の火の中に入っていく人間どもの運命がどうなるかをそれがあなたの最後のチャンスだったどうするのかと、そう聞いて、そう教えなさいと、イエス様に言われたことありますよ。 奥さんに船に戻って携帯電話を取ってこいと言った例の主人は夜も横になることはできないそうですよ、なんで携帯電話を取ってこいと自分が言わなければ奥さんが自分とともに脱出ができたはなのに携帯電話にこだわってそれを取ってこいと自分がこう奥さんに言ったので奥さんが船に戻ったと。 それで奥さんをしたのは自分だと。ですから自分は夜でも横になって寝ることもできないからずっと立ち放しで泣いてるそうですよ海を奥さんの沈んだ海に向かってでも悔いっても始まらない二度と奥様は戻れない人になってしまいますたとえその遺体を引き上げたとしましてもそれが何の慰めになるでしょうか そして奥さんご本人にはそれが何の役に立つでしょうか天下を手に入れても自分の命を失った人は手に,手に入れた天下の栄光と誉れが何の役に立つでしょうかと。シュイエス、今も皆さんと私にそして世の人々に語りかけておられることを夜でもいや夢の中でも忘れることはないようにシュイエスの皆で祝福いたします。そして人生 ご自由に自分勝手にほぼ好き勝手に自分なりに歩き回っても結構です許されてますそれはそれは許されてますけれどもしかしその全てがあなたの人生をつく作り上げる有益なものとは言えないと主がまた語っておられますよ時は流れ世のありさまは全てしばらく 現れてははついには消え去る朝の霧のようなもの霧も濃い時には視野が悪くて運転もできないほど霧も働く力が強くありますよ。でも朝太陽が昇ると一応の間にかあっという間に消え去ってしまうのが霧の人生であり運命であります。人の人生がまるでそのようになる。 間違,って生きる間違った選択をした場合はそのようになってしまうと聖書は霧の話をするんじゃなくて人の人生もそのようになりうろうといろんな角度で説明してるわけなんですイエスキストは復活されました疑っていてまさか死んでから復活して現れてくれるだろうとは それっきり、イエス様との関係はもう終わりだろうと思っていたそのイエス様が再び復活して姿を現したときには、マナデ子と言われていた人々もそれを、それをそのまま受け入れることは、それを認めることはできませんでしたよ。なぜかというと、自然界の中の常識としては、人が一度死ねばそれっきりだと思う。しかしか 死んだ人がもう一度よみがえって、まだ私たちが、まだ一度も死んでないこの世に、再び姿を現してくれるだろうとは誰も思わなかった。信じた人がいればそれが逆に怪しい人なの。それが非常識だから。世の人々は常識的に物事を判断すれば、その人を尊敬しますよ。いや、認めます。 常識のある人だとしかし、常識によって生きる人々の人生がいかに愚かなものであるかを聖書は物語っています。常識をはるかに、常識としては想定すらできない世界を、はるかに超え,える世界を、私たちにこれ身を合心に触ることもでき、見ることもでき、いや、共に飲み食いができる世界として、 もう一つの、そして今度は二度と消えない永遠なる現実を私たちの目の前に目撃ができるようにもたらした主イ終結が復活したのにもかかわらず、いまだに、いまだに、人々の人生はそのイエス様を眺めるんじゃなくてイエスに出会う前の生活のままであるのが世の中のほとんどの。 73億の人間の中に6億以上の人々がそういうふうに未だに生きてる。これこそ、嘆き、悲しいべき現実でありますよ。イエス様がおっしゃいましたよ。十字架につけられるために、エルサレムに登る人々を、エルサレムに登るときに、そのかわいそうな、もう一き十字架家にされて死んでいくイエス様のこと、死に向かうイエス様のことを、あわりに思った。 人々がイエス様のことで心痛めて泣いてるときに、イエス様は何とおっしゃいましたかエルサレムの女たち、私がこの世に死んでいくからといって、私のために泣くな。むしろ、私イエスがこの世に悲惨な姿で死んでいく。その意味が未だに分かってないあなた自身とあなたの子孫たちのために泣くんだ。 死んでいくイエス様がこういうことをおっしゃるときに人々はどう思ったでしょうか失敗者の弁明だと思ったかもしれませんしかしイエスはたった一人の弟子にも信頼されず最後まで裏切られて打ち消されて 踏みにじられて唾をかけられあらゆる不族までパンシュの品の神が全部瞳に受けてその道を歩まれたのは本当に沈んでいく人を地獄の火の中に入っていくご自分が作った人間どもをそのまま見てられなかったから自分がこのような悲惨な姿で苦しみをひとつ 身に受けながらも、うめき声すらもこぼさ,こぼさずに、刺激を与えないために、自分のことを眺めてる人の、うめき声すらも、イエス様はもうこぼさないために飲み込んだと。このようにイエス様が苦しみながらも、この道を歩まれたのは、ご自分が作って子供にしようと思っていた人々を、地獄の火に向かう道から救い出すためだと。 きり信じて頭心ではなくて無意識の中で行いう起こすとしましてもその行いの中に生活の中にこういうイエス様の技が染み込まれるような人生そういう生き方をしますようにイエスの皆で祝福いたします頭にこんな話が入っていても心に入っていてもそれは今日の話を読んでみたら無駄でしたよ無駄 今日、イエス様の復活を見て、感動して、感激して、我が主我が神よと疑っていた人間どもまで、みんなイエスの復活を手で触りながら認めて、イエスと神の技を賛美していた人間どもが、私たちは主を見たと告白していた弟子たちが、今日みんなどこに行ってますか 復活したイエスを何度も見て触って告白もして感動もして感激もしたのしかし今日弟子たちはその復活の主イエス様に対するイメージが頭にもあり心にもあるのこれは取り除くことはできないもんなのちい1週間前見たからしかし弟子たちの生活は頭の考えと 心とは関係なく弟子たちの体はどこに行って何をしているんですかティベリアス湖畔、ティベリアスという水を見に行って魚を取っているの、魚を取っている。皆さん、イエス様覚えてますか信じてますか心で打ち消すことできないでしょう皆さんと私が信じるイエス様は復活された主イエスでしょ よくも言ってますね、アーメンと。たったならば、皆さんの生活は、行いは、どこにいて、何をやって、毎日を過ごしてますかという。今日の弟子たちのように生きている人がほとんどではないのかと。自問自答する必要がありますよ。自らに聞いて、自らその答えをちゃんとやってみる必要があるという話です。今日の弟子たちは、復活の主をイエスを見て、いや、 まだ復活のシエスを見てない人々絶対えったこともあるの。でも、この人たちは、それは一時の経験、一時の思いに過ぎない。彼らは、ティベリアスの湖畔に、イエス様に出会う前の仕事に戻った。イエス様に出会う前の、イエス様に呼ばれる前の仕事に 飲み食いするのが目的,る目的である生活に彼らは今戻っているんですよ。魚取りに戻っているの。人間を取る漁師にしてあげると、そう言われて、そう呼ばれたのに彼らは元の魚を取る漁師に戻っていたの。頭から心からイエス様を取り除いたからではなくて彼らは復活のイエスを見て信じているつもりでありますからも。 そういう気持ちで、そういうつもりでありますけれども、彼らの生活は、元の漁師の、イエス様に全く出会ってなかった時の生活に戻っていったということ、これが何を意味するかを皆さんと私が悟らない限り、そしてこの中から、神の人として、復活の主イエスを信じる者として、これ以上譲れない、道を、 信仰によって見出せない限り復活の主イエスを信じるのかいや見たのか全く無駄になってしまうんだこれを今日はっきり皆さん考えておく必要があります。あめん。で、結果を見ると誰も分かる。 そして自分じゃなくて他の人を見ると全部見える。なああ、この人はみたなん。全部見えるの。牧師より説教もできる。誰がどう今信仰生活してるか、一目でパッと見ると全部目に入るから、牧師よりもう上手いところ指摘して,て罪をさらけ出してあげれるの。しかし私は今どう生きてるのか。それは見えないの。 それが見えないから、それが問題ですよ。イエスを教え伝えるべき、弟子たちが、自分たちの姿は、生活ぶりは、今どうなってるか。バランスの崩れた、いや、イエス様に出会う前の仕事に戻っている自分たちの姿が、自分たちの目には映らないということ。 これが一番、今日を生きるクリスチャンたちの問題でもあることをはっきり悟りますように。主終月期との復活の終月のみのなで祝福だしますアメン。彼らは予測できる、予測できる道を離れて、 口な人生に再び身を任すそういういいか減な信仰の持ち主に戻ってしまった彼らは一晩中働いたの一晩中網を追ってみたの一生懸命やったはずなの取れる魚は全部自分たちの懐に入る金になるはずだから朝になるまで一生懸命 寝ズに網を打ちつげたのしかし彼らの網には一匹の魚も取れてなかった一匹の魚も取れない無駄な作業を徹夜して一生懸命やってたの寝ズに一生懸命寝ズに 働いた結果が、一匹の魚も取れない朝になる、こういう結果を目指しての作業だったのかということ、それを考えてみる必要がありますよ。まさかこうなるとは思ってなく、まだそこに何かあるだろうと、一生懸命やればそこに何かあるだろうと思ったから、彼らはやったんですよ。 しかし結果はまだむなしい一匹の魚も取れない網を引き上げるそういった結果になってしまった復活の主イエスを信じながら私たちはこのような復活の主イエスを信じながらもこのような人生は 繰り返してはなりませんよ。努力しながら、イエス様に出会う前と同じような生活。努力しながらも飲み食いするのが目的である人生は、違法人、不信者たちの。 イエス様に一度も会ったことない、信じたこともない人たちが生まれながら身につけていた生き方なんです。イエス様を信じてからもそれに戻るということは、真理に戻っていって判断すると、俺の人生のエネルギー、あり余るから、適当に、適当に投げてもいい。 こういう考え方こういう考え方じゃないのか。結果は知れたもんだから。結果は知れたもの。ただ、ある人にはその時が早く来るし、ある時人にはその人がもっと遅く来るし、ある人には死んで命の糸がプチンと切られる瞬間になっていや始めてくる。そこに問題があるだけなん。 しかし、確実には、結果から言えば、魚の取れない人生だことを知らねばなりませんよ。ハレルヤ。心に燃える気分、感情、信仰。よかろう。頭にも、イエス様に対する人生の目標、ちゃんとある。否定できない。否定できない、イエス様の心が。ちゃんとそういう考えを持っている。よかろう、それも。 しかし私の体は生活の現場ではイエス様に出会う以前の生活の現場に相変わらず同じことやってるそこへ行ってならばその人のゆくゆくの人生はどうなるかを今日はっきりとした真理の病玉に照らし合わせて判断して二度と同じような間違いを起こすことはありませんようにイエスの皆で出国いたします。 また命があるから命のありがたさ分かってない。いつもあるから別に求めなくてもあるからいつもあるものだと思いますよ。さっき言ったでしょしかしお金はいつもないからお金の欲しさには心をみんなが燃やしてる。 でも、携帯を取るために船に戻った人と同じような生き方なんですよ。携帯を。携帯が大事ですか自分の命が大事ですか携帯が大事ですか奥さんの命が大事ですか見てからはみんなもう聞くだけでも、ああ、愚かなことしてしまったなとみんな思っていながらも、いざ自分がそういう境遇に相互すると、やってしまうの、そのような愚かなことをよ。 そんな愚かな生き方をやめてもらうために皆さんと私は今日、イエス様の前に立っていることを信じますように。あめんそのために今日、復活の主イエスがティベラスの湖畔にもう一度弟子たちを訪ねてきてくださったことを信じますように。しかし、万が一でもそれっきりでイエス様がもう一度これ以上 私たちにあるいは皆さんと私に訪ねてきてくださることがもうこれはもう仮説ですよ万が一でもこれ以上ないとすれば我々はどうするんですか復活の主を以前見たことでは間に合いませんよアーメンできますか以前イエス様との燃やした初恋の経験では間に合わないということなの 主のためなら死ぬことあっててもつい,ていくと奥さんに主人に聞いてみてよ死ぬ所ころでもお前ついてくるのうちの女房にこの間初めて聞いたのショックでした二度と生まれたらお前と結婚しないってちょっとちょっぴり寂しかったんだけども心の中では待っていたのしたよお前がそう思えば俺もそうだよ ハレルヤ冗談ですよ、うんうん、冗談だと言わないと真に受けるからまたある人はわかりますか二度思われたら朝田さんと結婚しない顔に書いてますよみんなね皆さんもこういう話してるでしょ ハレルヤ、<laughs> イエス様がもう一度訪ねてきておわって、失敗で終わってしまった弟子たちにもう一度声をかけてもらって、今度は船の右側に網を打ってみなさいと、もう一度声をかけてくださらなかったとすれば、彼らがイエス様に、復活のイエス様に出会って、 復活の主イエスとともならば死ぬどころでもついていくと言った彼らの初恋の告白はそれも無駄で無駄で,無駄ですそうじゃありませんかみんな一緒に過去の経験は忘れましょう過ぎ去った日々の ことはもう店に流せって言う店に流せ。あんたが覚えていても仕方ありませんから。神に任せて、ただ犯した罪があれば、それだけは覚えていて、悔い改めて、悔い改めてならば、あとは流しなさい。信仰によって歩んだ日々があれば、それも流しなさい。なぜそれによって今後が勝利できることはありませんからよ。 逆にそれが、わあ、過去の記憶があなたをつまずかせるの。立ってもないくせに今は立ってると思わされてよ。うぬぼれてもいいような信仰にも立ってないくせに今現実,現実にはうぬぼれてしまうから余計な過去の記憶は忘れた方がいいという話。今、復活の主イエスを信じる私が今どこに どこで何をしながら今立っているのか、いや、今どこに向かっているのか、これが大事なんですよ。ああみです。これが大事なの。今聞こえてくるイエスの声に従っているのか、あるいは過去のイエス様との関係にとどまっているのか、それが大事なの。過去の経験だけを持っている弟子たちは、今日、今日、失敗しましたよ。しかし、 今日、再び聞こえてくるイエスの声を聞き従って、今度は、一晩中やっても空だった網に、イエスのお言葉一発で、153匹もの大きな魚がいっぱい取れて、網が破れそうになったんだけども、網は破れてなかったの。みんな一緒に、魚一匹も取れてない。 空いた網あるいは魚が取れて結果破れた網しかしいっぱい取れても破れない網こういういろんな網がありますよいろんな網があります皆さんはどの網を選びたいですか魚はいっぱい取れたんだけども自分で頑張って一時頑張って 山ほど財産さんを積んだんだけども、気がついたら全部持ってしまう。全部流れてしまう。こういう再び破れてしまう網ですかあるいは一晩中何かあるだろうと思って一生懸命真面目に生きる。しかし朝になったら気がついたら何もない。こういう網を取りたいですか一生懸命やるだけで皆さん勝利者になりませんよ。アメン 正しい道を選ばないとしかし。たくさん天下の栄華を生まれ、おっちゃんで置いたからといって、自分の命守れますか全部置いて命が取り上げられたら、それは垂れのも,ののものになるの。これは秘密だけども、日本の国の国交に入るの、ここ。国の銀行に入るよ。まあ、聞いてもいい。 意味が分かりましたね分かってないでしょ分かってない人はいっぱいだから。網の破れない人生たくさんとっても破れない人生アメン。たくさん魚が取れたんだけども網が破れてなかったという言葉を神様が何で記録させたのか。 イエス様の言葉によって生きる人々の人生は破れないことたくさん取れても破れないことを再び虚しくならないことをはっきりと言いたいからこういう記録を残したんです。アメンそれがポイントなんです。イエス様は魚を取らせてくださるだけじゃなくて 網がさらに破れないように、それも死んでも生きて永遠に破れ,破れないように、永遠に、死んでもたとえ死に入ってももう一度蘇らして、永遠にその人の人生が神の国で続けられるようにしておられるの。そういう人生を約束し、成し遂げて今備えて待っていてくださる方が、そして我々を今訪ねてきてくださってる、それで声を聞かしているその方が、復活の主、イエスキドですよ。 アンこのイエス様への信仰をどのように正し,正しくすべきだろうかをはっきりと共鳴さないといけないのイエス様の言葉には未来が予測,予測されているの船の右側に網を打ちなさいそうすれば魚が取れるはずだ取れるはずだ取れることになっている 未来観力系として、祝福を予測し、勝利を、間違いのない人生を、二度と虚しくならない人生を、ス様はか確定して、それを前もって語るの。ハレルヤ。しかし、イエス様の言葉なしに、一晩中頑張った弟子たちの人生は、気がついたら虚しくなる。気がついたら何も残らない。疲れが溜まってるわけ。がっかりしたて、 溜まってた疲れがドーンと一瞬に姿を現したでしょこうなったらもう言葉もなくなるのもう帰ろう一と言でいいの人生疲れたら夫婦の間でも喋る言葉が減るのまず言葉の数が減るとみんな疲れてる証拠なのだからつ言葉の数があの減ってる人にあんまり声かけないで迷惑だから その人きっと疲れてるね今、今。疲れてないときうはしゃぶんでしょう。うしかし、疲れ、んあ、そうかい聞いてるのそうだよ。これは聞かなくてもいいよ、もう。イエス様の話はいつも決まってる、決まってる。取れるはずだ。勝利するはずだ。癒されるはずだ。回復するはずだ。死んでも復活するはずだ。もう決まっちゃったよ、今、決まっちゃったよ、 俺の人生これからどうなるだろうそれはサタンに従う人々の人生。どうなるだろうはあんまり好きな言葉じゃない。みんな一緒に、私の人生は何々はずだア。あめ何々はずだ。何ですか、俺。もう決まってる、決まってるん。決まってるんですよ。しかし、勘違いしないで。 決まってるの勝利が祝福が命が決まってるのは、イエス様、復活のしをしたイエス様の言いなりになって、見事は通りに生きた時だけの話ですよ。それから離れた場合は、一歩でも踏み外して、とんでもない方向を選んだ場合は、それも決まってるの、それも。地獄の火の中に入ることになってるはずだと。虚しくなるはずだ、失敗するはずだ、それも決まっちゃってるの。人生の道はいろいろあるわけじゃない。 全部2つの道に限られますよ。1つは主イエスに従って神の国へ行く道、もう1つはサタンに騙されて地獄の火の中に投げ込まれて行く道な。せっかく火の中に入る人を救い出して神の国へ行く復活の道を備えてあげたのに、再び火の中に戻ろうとする今日の弟子たちの信仰は、皆さんが見ても認めにくい信仰ではありませんか イエス様がシモンペテロに今中高説で何と言いましたみんな一緒に「シモンベトロ」何と呼んでないんですよさっき呼んでないなみんな一緒に「ヨハネの子」「シモン」「シモンベトロ」と呼んでないのヨハネの子をシモンと呼んでるのさっき読んだの忘れたでしょ そこにお金が1億入っていればそれでも忘れておくの神の言葉に対して皆さん情熱を持つ必要があるんす。読んだ言葉に命がありますと祝福が含まれてますからよ。そこに金が1億かかっていれば絶対覚え,て覚えていたはずなの何番だったのかんでも今まんまと忘れてるの ?1 時間も経ってないのに。シモンベトルですかヨハネの子シモンですかヨハネの子シモンはどんな意味ですか イエス様に初めて出会った時に彼が持っていた名前なの。イエス様に最初出会った時に彼が持っていた名前がヨハネの子を指紋でしたよ。イエス様の人になってない時の話なの。名前なの。イエス様の弟子に、イエスの人になってない時に彼が今まで いっそ生まれっきりの人間としてずっと滅びの子として地獄に向かう名前として使わせてもらっていた名前がヨハネの子シ指紋でしたよ。イエス様がペテロを見てヨハネの子を指紋だと言ったのには、読んだのには深い意味がありますから。何の意味ですかイエス様に出会ってから今までのペテロの信仰を打ち消す、キャンセルするというすキャンセルする。 イエス様に呼ばれて出会ってから今までのペテロの信仰が認められない。元に戻っているから、キャンセルです、今まで。進歩がなかった。いや、退いたというのは退いた。過去に。こういう意味であります。ですから、ペテロが打つ網は朝になっても虚しくなるだけなの。悟った人だけ、アーメント、シェ様に送って。エスを信じてパプテスマを受けたならば、 日本人として、韓国人として生きるのもやめるというのは、それは葬る道の中にお葬式して、生まれ変わって神の子、何々、みんな死に神の子、言わない、あとはここで止まりますか神の子、あとは自分の名前、よろしいですかでも、ペテロに神の子という冠がもう取り除かれたの。 ヨハネの子をシモンに戻されてたの、イエス様が彼を認めてなかったという、そういう信仰。今も一緒。このような信仰の生活をしている人をイエス様が神の子を何々と認めることはできないということをはっきり悟りますように。復活の主イエスの皆で祝福いたします。アメン。私たちは神の子、イエスを信じる。それで神の子に、 こという資格が与えられているならば、元の名前だけで、日本人の誰々、日本人の誰々とかこう呼ばれるのも、そんなことが二度とあっちゃいけませんよ。なぜこれ以上イエス様を声をかけないときのことを想定しないといけないの。それっきり自分は悟れませんからよ。もう一度チャンスがあればいいんだけど。 もう一度チャンスがない場合は自分たちでは気づかないの朝になって網が一匹も取れてない網であることに気がつくまでは自分では気がつかないのすなわちもはや自分の人生の日々がたった一日の人生の日々ももうチャンスがなくなってしまってから気がつくとどうするんですか 皆さんこれはお得かしてありませんよ。何よりも有益な。皆さん、え、カ株のある道を運転してみて、9カ、うん、株なのに、その道路に警告。旧株だとか、言葉読む、うん、言葉で書いていても、長い文章書いておいても、 もスペードで走ってる運転手にはそれが見えないから読み,読み取る力もないから絵を描くで絵を撮んなよ <laughs> 対向車線の車と衝突とするそれで爆発とする絵だとかあるいは崖に落下する絵だとかこんな一目見てもう読み取る力もないからすぐパッと見てわかるようにこういう表示板のない旧株を100 100キロだとか80キロだとか猛スピードで走ったらどうなるんですか表示板があった方がいいですか全くなかった方がいいですか頭蓋骨が書かれたら頭蓋骨ね。ここで下手すれば頭蓋骨になるよ。こんな気持ち悪い警告板でも表示板でもあった方がいいですか全くなくて勝手に泣きて。まあ落下すれば死ぬ。 しかたないじゃん。そういう生き方いい,いいかを皆さん考えないといけないの。聖書の言葉は全部。聞くときには苦い。ああ、心に傷ついたよと。こういう言葉であるかもしれませんが、信仰によって飲み込めば、苦い言葉が甘い、蜂蜜よりも甘い、皆さんに命と祝福をもたらす言葉になることを信じますよう、ね、に。イエスの皆で祝福を出します。アーメン なんでここにこんな絵を描いてあるだか理解しようとしないでよ。運転者の命を守るためだから。なんで聖書は厳しいのか、卓球しちゃいけないと。世にいる人間という者どもの命を永遠に救いたいと思うからですよ。ヨハネの子、シモン。こ,これは証拠を受けるべき呼び,呼び名であり呼び名 ヨハネの子シモと呼ばれると、イエス様と関係がまだ始まっていないという意味なの。イエス様に出会う前の名前で呼ばれたの。意味が大きいですよ、皆さん。意味が大きい。ここからめて初めてだと思って再スタートを切らないと、ペテロの運命は約束できないという意味です。認められますか 私たちが今、ペテロより、復活の主イエスを見たペテロより、皆さんと私が、どういうふうに違う生活をしているのかを、帰り見ないと、チェックしないといけない。それから、イエス様が、ヨハネの子、シモンが、イエス様の計画に預かるものになるためには、どういう信仰が必要であるかをイエス様が、その後語るわけですよ。 みんな一緒にこの人たち以上に私を愛してるのかこの人たち以上にこの世よりもこの世のいかなることよりもこの世の誰よりも私イエスを主に主として重んじて愛してるのかそれを確認したいの。 ヨハネの子はのままでほっとくか、あるいは再び神の素晴らしい祝福に、復活の命に預かる、冠に預からせるために、彼の道をもう一度チャンスを与えるかを決める基準として、世のいかなる人間よりも、仕事よりも、何よりも、イエス様と、これっぽっちでも、もっとイエス様のことを51、51%でも、 69%だとダメなの。49%イエス様愛してる。しかし、他のことを51%愛してる。これだとダメなの。最小限度の基準、みんな一緒に51%以上、イエス様のことをもっと愛すべきだ。それでやっと我々がヨハネの子という名前から、 シモン・ベテロ。神のしもべ、神の子供イエスの弟子の名前に変えられますよ。それを基準にして、これからの人生を生きてほしいの。アーメンです。イエス様はすごい愛してる。死ぬほど愛してる。しかし、この世のこと、この世の人のことを、死ぬほどなくて、死んで読み替えても愛する。 イエス様よりもっと愛するところがあればいけないという意味なのよろしいですかイエス様のことも死ぬほど愛するんだけどもでもこの世のことはもっと愛してるそれよりもこれではいけないという意味なのこれではバランスが崩れるの人生のそれではイエス様を愛すると告白もできないしかし愛すると 自分の口ではもう言うこともできないくらいしか愛せないんだけども、でもこのようなことはもっと愛してない、もっとそれよりももっともっと愛してない、こういう基準になれている。わかりましたでしょうか基準がイエス様にあるべきだ。人生の生きる目標、基準、人生のん中心をイエス様に置くべきだという。そうすると、 一発逆転勝利がいつもどこでも待ってますよ。一晩中を貯めでも、いや、人生、今まで80年生きるまで貯めでも、一発で勝負をつける、逆転勝利ができる。一発逆転勝利のチャンスが復活の主イエスキリストにはまだ待ってることを信じますよ。イエス様を受け入れても、この世は荒波なの。 苦難が連続する旅路なの、この世は。イエス様は信じたからといって、すぐ生きたいって天国に移されるんじゃなくて、イエス様は信じていても信じない人間と同じ世界を今生きてるの。ですから苦しみに遭うのは当然なの。いや、逆に、世が終わりに近づけば近づくほど悪魔が、自分にも終わりが来ることが、人に分かっていなくても悪魔に分かっていて、 世にある神の教会をもっと迫害するために激しく起こって地上に悪魔が降りてくると言ってますよ。ですから人々の間では、チャンどうしても愛が冷える、罪ははびこるの。避けられませんよ。避けて通り行きたいと思うならば、神の国へ移してもらうしかないんだけども、勝手に自分の寿命を自分で決めちゃいけない。 ですから、イエス様は信じながらも相変わらずこの世を生きるしかないんだけども世の中は人々の人生を常に結果的に波乱万丈ついには滅びへとそういう土壌になってるんですよ。しかし皆さんと私が復活の主イエスを正しく信じると正しく信じろと波乱はあっても波乱って分かりますね。 波乱はあっても失敗はないの。乗り越えて、いや、たとえ私たちの人生に、お墓が待ってる。肉大の死を要求する。肉大の命を要求する死が待っていても、復活するイエスキトに従ってそこに入ると、私たちにも復活が待ってますよ。結論的に我々は処理者ですよ。 結論的にアメンですから信仰の基準を重点をどこに置くかをはっきりと決めて生活しないと信仰の中心が今日の復活を見てティベラス湖畔に行って魚を捕っていた弟子たちのように信仰の中心がそちらへ以前の肉の生活に傾いてしまっていれば今皆さんと私がそういうことをやってるんだったら 夜が明けるときに、人生が終わるそのときに、すべて虚なしい、なしい、すべてが虚なしいという絶望に満ちた告白しか残ってませんよ。しかし、中心をイエス様に復活の主イエスに移動しまして、イエス様にひたすらついていけば、何があっても結果的には逆転勝利が待っていることを信じるべきですよ。これが他の 神だと言われるどんなものからも見いだせない、どんな宗教からも約束されてない、イエス・ケトが唯一約束され、備えておられる道でありますよ。ハレルヤ、どうですか、このイエス様にぱったり出会えるチャンスが今ここにありますよ。 まだこういう家様の声が、下辺の口を通して聞こえてくる、この地点にはまだチャンスが、最後のチャンスが取り上げられてないんですよ。ただ、これが最後になるかもしれない。ただ、今という時に救いは獲得しないといけないと信じますか今という時にこれが最後だと思って、救いを確定した、獲得した上での確信に満ちた信仰生活。 人生の中心を復活するイエス様に従う道において他のことは副業、アルバイト人々がこの世のためにこの世の蓄えるために夜も昼間一生懸命悪せいこ働いていることはこれはアルバイト感覚でやってイエス様との関係を正しくするのを本業だと思ってやれば皆さんの人生はバランスが取れますよ。 破れない網を獲得すすることができますよ。しかしそうじゃないと今頑張っているのが気が付いたら網が破れて全てまた虚しくなってしまうこういった、うん、一番大事な人生の皆さん基本的なこれは基本というけれども本当は全てですよ。 基本的な生き方であるべきだけども、本当はすべてを左右するのが基礎、基礎であります基礎。ハレルヤ。アメン。では、祈ります。復活を見てから、復活の主ス様に出会う前の生活に戻ってきた、今日の弟子たちのような信仰生活を心を割いて、悔い改めて。 ついには虚しくななるような網の破れてしまうそういった人生この地この点で投げ捨てていくら大きくて多くの祝福を受けても破れない網を復活の主イエスに従おうとによってそれも死んでも海がいる神の御国に至るまで継続的に逆転処理を約束されるイエスとともに 生きることを心から強く決心して祈ります。